ャネルエルメスだけは。だから例えばほらバレンシアガとかさ流行りじゃん、グッチとか。あのその時はめっちゃ可愛かったけど今超ダサいっていうことがあるから、めっちゃ安くなるから3分、4分の1ぐらいになっちゃうこともあるし、あもっとだよ。だからその時にそのそうだね、バレンシアガ安いっしょ多分今。なんかちょっと、まあ、恥ずいまではいかないけど、いやシャネルも高く なるよ。むしろ友達だって結局シャネルを買って50万ぐらいで買って1年後に売った時も買った時の値段で売れたりしてる。上がってますね値段が毎年毎年。シャネルまたなす今めちゃくちゃ高くなっねー。だからそうだよね。あれむしろもう今50万とかで買えないかも。シャネルも70万とかか、高いよね。そう前髪切った、うん、お片付けの仕事してるし、医療がどんなに高くてもゴミにしかならないよね。あそうだね。だからそのハイブラとかでも、うん、違うあのねマウント取ってるつもりないんだよね。あの女の子ってブランド好きだよね、特にあの水商売の子たちはブランド持ってるのが普通なんだよ。でもやめたら全く興味なくなっちゃった。別にドルガバはちょっと無理かな。好きな人がなんかドルガバのなんかわかる？あの仮面ライダーみたいなさ、ガチッドルガバそれをつけてたらもう今後この人と関わることはないんだろうな。ってなっちゃうかも。金持ちはリセールのことなんか、リセールって何？リセールって何だ？いいじゃん別に。かわいいじゃん。ニューヨーカーだよ。ピチのアルマーニとか、あとはまあまあこれはポーチだけどさ、カバンをこうやって持つタイプとか、こういう持つ。こうやって持つ系の男の子10代まで好きだったな。こうやって持ってここに仮面ライダーのベルトでアルマーニの T シャツ、高校生ぐらいの時そういう子が好きだった。でも なんでかわかんないけど、うん、あそうセカンドバッグか、セカンドバッグ。でもさ10代の時なんかかっこいいって思わなかった？うん、ね、マジでやばいって。ちなみに多分伊藤誠もそっち系なんだと思う。確かそうだった気がする。なんか一瞬見たことあるツイートで伊藤誠のことを見たことがあって、ちょっとそっち系じゃなかったっけ。
違うっけ。でも過去絶対そうだったでしょ、そういう人生歩んでたでしょ。で前もそういう人好きだった、10代の頃ハイブラで固めるやつ、そうそうそう、のなんかユニクロとかでいいよね。なんかもうラフで何も飾らなくていい、いい別に。あー悪魔みたいなフェンディも流行ってたね、流行ってた悪魔の目のさ、フェンディも可愛いなって思って欲しかったけど、えでもこれは絶対に流行りで1年後ダサいって言われてるかもって思って買うの我慢してた。でもバレンシアガは何個か買っちゃったけどね、うん、あとブランド好きでも1個にした方がいいよ、絶対絶対ワンポイントでいいよね。いやマウントとかじゃなくて、マウントではないんだよ。そう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 、フーマもちょっとごめんなさい、アディダスとかじゃダメ、アディダスでよくない？あロエベ、前ロエベの50万ぐらいのカバン5万円だったな、売れたの10分の1か。えごめん分かんない、私そんな知らない。あアミって何？あでもヴィトンのカバンで3、4年使ったカバンがあって、それは謎に2万円ぐらい高く売れた、売った時に。それは何だっけな、売れたわ。逆に儲かっちゃったの。ちょっと3、4年使った、まあ持ったか、2年かな、2年、うん、そう儲かっちゃった。だから別にブランド買ってもちゃんと選べば、大丈夫。で前時計だったらロレックスだよね。でロレックスも別にワンチャンこれ売っても担保になるなって思って買ったけど、それなくしましたね。あ鈴木亜美とコラボしたの、うん、甘いもデ、そうデートナー、甘いもデートナーのあのフルダイヤ、フルダイヤっていうか、うん、あごめん資産か、うん、俺もブランドの服でデザインのいいものがかなり高く売れた。あフルダイヤは嘘だわ、あのなんかね、でもな中と外にダイヤがついてる。いや本当だよ、でも本当その時400万とか。買わせてくれないってどういうこと？買わせてくれないってどういうこと？えだからうん、ら洋服とかは捨てちゃった方がいいよ、金にならないね。今もっとするんだ。まあ、でもあんま考えたくないね。1年ぐらい引きずったかな、その時計に関しては。あ、そうなんだ。在庫ないって。考えたくない。もう。怖いよね、つかもう そんなに高いとさ身につけるの怖いな。
だから100万までかな、身につけて100、150。でもわかんないよ。手前よりね、一個持ってる、もう一個時計。それは150だから、10年後300万とかになってるかもしれないよね。カルティエの。でもぶっちゃけいらないよね、わかる。もう今さ、もうずっと携帯見てんじゃん。コロナで一時作ってなかった。まあでもカルティエはね、そうだね、ロレックスはあともう一個なんだろうね。え、でもね、アップルウォッチ便利らしいよ。もうアップルウォッチない、だってアップルウォッチで電話できるんだっけ、 LINE とかで、スイカとか超便利だよって。でもアップルウォッチも高いよね。 10万、いいやつは10万ぐらい、ミーコが持ってるの10万ぐらい、高いよね。だから全然ダサくないと思う。アップルウォッチつけてる人苦手？え、ミーコ持ってるよ。あ、そっか、社会人にいいんだ。え、別にアップルウォッチ良くない？シンプルで。でも確かに仕事してないんだったら意味ないかもね。そんな外出たり私しないし。え、でももらったら嬉しいけど。2万ぐらいのスマートフォンでいいじゃん。 iPhone ってもう15万ぐらいしない？あ、私あれ欲しいな、あれ、あの iPhone の Apple のさ、あのイヤホンなしのやつ、あれも結構高いよね。あれ欲しい。あれでだってさ、仕事しないでアップルウォッチやるよ。そうだよね、そうだよね、必要ないよね。あ、そう、エアドローだ、エアドロー。あきこママですか。見たそうです。まあ、でもぶっちゃけ いらない、時計とかも。あ、エアポッドか。ぶっちゃけいらない、ファッションだよね。もう支度しないと。生姜焼き、いてて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 、てぼ、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 痛い。
な。わかんない、急に暴行になっちゃった。私エロいから見てて、やっぱエロい、シミケンが言ってたんだけど、あのエロい女はあの薬とかも一気にガッていけちゃう。意味わかる？エロい女は大量の薬を一回でガッて飲み込んじゃうらしい。無理でしょ、3個一気に一口で、しかも あ、もうこんな時間か。じゃあ私はちょっとこれで終わりますね。これで、この前一人一気にいたよ。あ、てかさ、あ、もう話す時間ないわ。今日もしかしたら、夜の、まあてか11時とかにワンチャン1時間やるかもしれない。ワンチャン、わかんない、友達がいいよって言ってくれたらね。じゃあ、ね、あ、でもなんか慣れてきたな。どう？帽子しなくてもダメか？前髪伸ばしたいな。前髪ありがとうございました。じゃあ皆さん今日も一日頑張ってね。またね。小麦粉。何小麦粉。